皆さんこんにちは。不常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは執着心は手放そうということについてお伝えしていきたいと思います。執着心というのは、結構厄介なもので、いろいろなシーンで発揮されてしまうんですね。例えば、生徒さんが辞めるという、特に長年そこにいらっしゃった方とかが離れるっていうのは非常に心もショックになることも多いですし、あとはレッスンを変える時とかですね、新しいレッスンを作るために自分の時間が足りなければ、どうしても今まであったレッスンをやめたりとか、そういうシーンも出てきたりします。で、そういった時にですね、執着をしてしまうと、やはり一歩も前に進めないということもありますし、もっと状況が良くない状況ですと、例えば特にさっきの生徒さんのお話とかで執着っていう気持ちが発揮されてしまうと、場合によってはなんか恨みに変わったりとかですね、なんで私のところを辞めてあの先生のところに行くのみたいな、そういうシーンも出てきてしまうんですね。で、なるべくですね、この際に、執着をしないようにする、物もそうです、人も物もですね、執着をすると、そこにこだわりができてしまう、古き良きものを大切に育てるとか、そういうものとちょっと違うんですね。執着っていうのはどちらかっていうと、自分の都合とか自分がそこにこだわるから発生してしまう残念な気持ちとかがあるので、なるべくそれは逃がしていく方が教室運営とかはうまくいきます。人も物もですね、多少残念なことにですね、ある一定のサイクルで離れたり、それによってまた新しいものが入ってきたりとかしていくんですが、それは人の成長のサイクルに合わせて必要な人が目の前に現れるし、必要でなくなった人っていうのは去っていくっていう、そういう現象が起きていくんですね。ですから必要な人が、またきっと来る、出会えるって思うと、その出会いと別れっていうのは繰り返しながら自分が成長していくっていうための、一つのステップだと思って、自然の流れに任せるっていうのがいいと思っています。で、私すごくね、今お話をしてると達観しているかのごとく聞こえるかもしれないですけれども、私も人生50年以上生きてますし、社会人になってから30年以上、いろんな方との出会いと別れを繰り返してきているので、その時にものすごく辛い思いも悲しい思いもしているんですけれども、執着をするとですね、その思いがさらに倍増する、特に辛い方の思いが。だからなるべく執着心というものを持たないようにして、ご縁が終わる時が来たんだと。そうするとですね、自然とまたもっといい出会いっていうのも変なんですけど、より自分と相性が合うような人との出会いが不思議とね、訪れたりとかします。ですからその時は辛いとか思うかもしれないんですけれども、なるべくフラットな状態で流していくっていう癖をつけると、自然と心を穏やかに過ごせていく形になりますので、そうするとまたね、新しいいい出会いが入ってきますので、そんな風に思っていただければなっていう風に思います。それでは。